フロントロー長野と坂。さあこの2台のホールショット争いは今ブラックアウト。スタートが切られていた。予選ヒート同様スタートを坂が取っていく。そして長野大地はなんと飲み込まれた。長野大地は飲み込まれて2コーナーあたり5番手あたりでしょうか。さあ今ここは藤井と並んでいるのか。長野大地は4番手、長野大地4番手までドロップ。しかしここでなんと3コーナーから4コーナーポールポジション長野大地、一時は最後尾まで落ちたか。まずはバックストレート星野を先頭に帰ってきました。星野、斉藤、そしてその後ろに坂。さらに6コーナーでは長野が藤井をかわしていきます。長野、藤井、そして松浦と予選ヒート同様、こちらもまずはレース序盤オープニングラッパー 3×3、 3台3台のパックということになります。最終コーナーオープニングラップトップで帰ってきましたのは3番手スタートの星野圭介。星野がまずはオープニングラップ飾っていきました。続いて2番手斉藤がコントロールラインを通過をいたしますが、2コーナーでは坂が前に立っていった模様です。これで先頭集団から星野、坂、斉藤、そしてその後ろには長野大地。なんとなんと長野大地スタート出遅れて飲み込まれてしまった。さあこの後ここから長野は巻き返しを図れるのか。じりじりと3番手斉藤のテールに近づいていこうという長野。その後ろには藤井、そして松浦と続いていきます。さあ先頭集団から最終コーナーを立ち上がってきますが、さあここは前4台はもう完全にパックになった。さあお互いのスリップを使いながら2コーナー、誰が動いてくる、誰が動いてくる、長野が入ってくるか、長野が入ってくるが、ここは2コーナー少し接触があったでしょうか。バランスを崩しました長野。少し失速をしたところで藤井にかわされて再び長野大地5番手ドロップ。しかしすぐさま4コーナー切り返していきます。ちょっと長野大地ここまではレースちょっと焦りが出ているんでしょうか。まだまだレースは落ち着いてはおりません。星野を先頭に坂、斉藤、長野、藤井、松浦とまだまだ続いていきます。現在レースは3周目からまもなく4周目と向かっていこうというところ。20周の決勝レースではあるもののレース序盤、このスタート直後の序盤からさあ激しいポジションの奪い合いが繰り広げられていきます。依然変わらないのはトップの星野。しっかりと後ろを抑え込みながら星野がトップを快走していきます。さあしかしその星野に対して4コーナーで坂が飛び込んでいきますが、ここはうまくクロスを使って星野がリカバー。星野、坂、そして長野大地が気づけば坂のインサイド飛び込んできた。6コーナー一気に斉藤、坂をかわしていった長野。気づけば2番手に上がってきております。一時スタート直後は最後尾までドロップをしましたが、再び息を吹き返してきました長野大地。最終コーナーを立ち上がって今度はトップ星野のスリップに入ってきた。さあこの後長野はどこで動いてくるのか。まだ2コーナーこのラップでは動いてこないか。星野、長野、そして坂。さあライバル長野、おっとここは3コーナー縁石に乗り上げながら長野が星野のインサイド、狭い狭いインサイドをこじ開けていきました。ついにこれで長野大地はトップに君臨、トップに立っていきます。長野、星野、そしてその後ろに坂。依然まだまだ6台はパックになったまま、この6台離れません。この6台くっついたままで現在レース5周目からまもなくこの後帰ってこればラップリーダー長野大地を先頭に6周目と入っていきます。さあ前に立った長野、一気に後ろを引き離してコンマ7秒コントロールラインでタイムギャップを設けていきます。そしてその2番手争いですが、おっとここは星野が飛んでしまったか。星野が2コーナーでストップ。この間に坂が前に立ってきた。長野、坂、そしてその後ろには斉藤、藤井、松浦とブルート勢3台パック。さあ早くも脱落、一番最初に脱落をしてしまったのはスタートを決めていった星野圭介。星野が再びコースへと戻ってきますが、隊列大きく遅れを取りました。さあ再びこれでトップは長野と坂の一騎打ちになってくるのか。コンマ665というタイムギャップのトップ争い、後ろ3番手の斉藤は
坂からは1秒後間が空いております。坂からは1秒後、つまり前2台ほんま6秒でのトップ争い、開幕戦に続いての一騎打ちという展開になってまいりました。さあそれにしましても、この決勝レース、まあスタート直後の混乱によって長野大地少し焦りも見せましたが、ここに来てようやく落ち着きを取り戻してきたでしょうか。自分の指定席トップに立ってからは坂を引き離していこうと、ラップタイム45秒321と、さあペースを上げてきましたか、安定してまいりました。続く坂も5秒361、その後ろの集団ですが、後ろの集団は5秒5から5秒8というようなペースになっております。さあ3台パックになっております3番手争い、現在は藤井が前に立っているんでしょうか。こちらもまだ若いドライバー、20歳のドライバーの藤井亮介、その後ろからは最年長斉藤勤も追いかけていきます。さあ藤井対斉藤、そしてそこに松浦も加わっていきたいところではあります。昨年の SL 全国大会を制しました藤井亮介、さあその藤井が現在は3番手を走行。さあそして現在はレース9周目と入ってきているところではありますが、じりじりっとようやくここで坂がペースを上げてきたでしょうか。長野大地のラップタイムを上回る45秒199とファーストストをマークしながら、今ここで長野と後ろに近づいてくる、コンマ4秒差、コンマ4秒差まで近づいてきました。トップ争い、まだレースは10周目ちょうど折り返しを迎えてきたところ、さあレース中盤から終盤に向けてはやはりこのトップ争いの一騎打ちということになってきそうです。コンマ4秒、坂がようやくここで目を覚ましてきたか。さああとは心配なのは坂の体力ということになりそうですが、19歳の長野に対しまして、さあ坂が長野のテール近づいてパスする瞬間が近づいてくるのか、コンマ197と再び近づいて、さあその坂が2コーナーで横に並んできた、横に並んできた、さあここで長野のサイドバイサイド、長野とのサイドバイサイドを制して今3コーナーは坂が前だ、坂が前に立っている。11周目の2コーナー、ついにここで長野を捉えました坂博之。しかしまだレースは11周目ですので、当然この2台まだまだこの後もバトルになってくるでしょう。さあ今度は長野が坂を捉えていく番ということになりそうですが、最終コーナーからしっかりとここは坂のテールに合わせていく長野。一時はコンマ7秒というようなタイムギャップを、開けていきました長野ですが、入れ替えられました。レース中盤、坂がラップリーダーで帰ってくる。さあその坂に対して今度は4コーナーで飛び込んできた長野、抜かれたらまずは抜き返して前に立ちたい長野、そしてその動きを坂がどう感じていくのか、このままバトルをして長野との一騎打ちに持ち込んでいくのか、少し冷静に長野のウィークポイントを探していくのか。さあ坂はどういう作戦に立っていくのか。ここホームストレートから1コーナー、そして2コーナーのストレート区間でも、さあ坂は動いてきます、坂は動いてくる。長野大地を逃がさないためにもまずは自分が前に立っていこうというところでしょうか。再びまた長野を捉えていったこのトップ争い、見応え十分なこのトップ争い。さあこのお互いの感覚、今度は6コーナー、
これだけやり合っていても予選ヒートもそうでしたが非常にクリーンなバトルを演じていきます長野と坂。安心しながらこのレースを見ていけるというようなトップ争いになってきておりますが、決着という面ではどういう決着がつくのか。これでレースは14周目と入っていきました。まもなくレースも終盤へと向かっていこうというところ。さらにはその後ろの3番手争いというところも依然変わらず3台パックになったまま、藤井を先頭に斉藤、松浦と、さあこの3番手争い、表彰台をかけてのこの戦いも3台パック。さあこの14周目では少し長野が後ろ坂を引き離したでしょうか。コンマ5秒というような間隔を設けてきました長野。さあいよいよレースも残り6周を迎えてこようかというところ。このレース終盤坂、さあ唯一の心配点は体力ということになりそうですが、このレース終盤に向けて少し長野に引き離されました。獲物が目の前にいるだけに、さああとはもう無心で長野を追いかけていきたいところです。坂、これで帰ってこればトップ長野から残り周回数あと5周となります。残りはあと5ラップ。さあ残り5ラップ、気迫の走りを見せてくれ坂弘之。徐々に長野との間隔が広がってきていますが、さあ最後の追い込み、残り5周坂はどこまで長野に近づいていけるのか。開幕のリベンジ、集中力を切らさないように、そして体力が切れないように、さらにその後ろ3番手争いですが、4コーナーでここで斉藤が前に立ってきたでしょうか。藤井を捉えましたベテラン斉藤、ついに3番手、表彰台圏内へと上がってきております。徐々にではありますがトップ争いのこの2台、少しずつその間隔が広がってきているようにも見えますが、さあラップタイムで見ていきますとそれでもあまり差はありません。45秒207という第一のタイムに対しまして坂は5秒269、100分の6秒差、100分の6秒差ほぼ同じようなペースで走行していきます上位2台。ここまでのファーストストラッパーゼッケン16番坂がマーク、45秒130というのがここまでのファーストストラップということになっております。さあそのファーストストをマークしている坂、あとは気迫でこの残り周回数を重ねていきたいところです。今最終コーナーを立ち上がって長野大地から18周目、いよいよレースは残り3周、あと3周です、あと3周。さあ坂あと3周頑張りきれるのか、コンマ9秒差、長野大地を捉えていきたい坂ではありますが、徐々に徐々にその長野の背中が小さく小さくなっていくんでしょうか。残り周回数あと3周のこの6コーナー、後ろ3番手斉藤との間隔はまだまだ大きな差がついておりますので、坂は後ろを気にすることなく前だけを、狙っていきたいところ。再びまたその間隔が少し近づいてきたでしょうか。コンマ8秒という間隔、このあとトップ長野が帰ってこればいよいよファイナルラップを迎えていきます。開幕戦こちらの、こちらも2連勝に向けて長野大地、コンマ8秒後ろの坂を従えながら、さあ最終セクションへ入ってきます。この後コントロールラインを通過をすればいよいよレースは残り1周ファイナルラップ、コンマ810、少し少し少しずつ坂が近づいてきていますが、コンマ8秒でファイナルラップへと入っていきました上位陣。長野大地を先頭に坂が2番手、
3番手には斉藤勤と、ここまで上位3台は開幕戦と同じ顔ぶれ、その後ろには藤井松浦。この第2戦も表彰台の顔ぶれ変わらずということになってくるんでしょうか。6コーナーを立ち上がって7コーナー、さあ残すコースはあとはもう少し、8コーナーを立ち上がって最終セクション、残すは最終コーナーを迎えるのみ。さあゼッケン17番ティームブルーと長野第一 FP3 クラス西行き開幕2連勝達成。坂広幸一歩及ばず、この第2戦も長野の敗陣を、敗陣ということになります。長野の後ろ2番手ということになりました。そして3番手争いですが、3番手には結局斉藤を務め、3番手には斉藤が入ってきまして、表彰台の顔ぶれは開幕戦と同じ顔ぶれということになります。4番手には藤井、5番手松浦、